フランチェスカ・アンヌ・ドロレス・ティッセン・ボルネ・ミッサ・デカーソンへと、インペール・ファルバは、旧オーストリア皇帝家、ハプスブルク・ロートリンゲン家課長、カール・ハプスブルク・ロートリンゲンの妻。結婚後は、フランチェスカ・フォン・ハプスブルクと名乗っている。美術品収集家のハンス・ハインリッヒ・ティッセン・ボルネ・ミッサ、男爵と、その3番目の妻のフィオナ・キャンベル・ウォルターの間の第一子、長女として生まれた。母は、 イギリス人のファッションモデルで英国会議員、ジャワ島副領事を務めた順団尺、エドワード・ギャンベルの孫娘であった。母がアレクサンドロス・オナシスとの再婚を望んだため、両親は1965年に離婚した。スイスのルロゼ学位を卒業後、1973年にロンドン芸術大学セント・マーチンズ・カレッジに入学したが、2年後に中退した。 大学中退後は女優、モデルとして働いた。1985年にスイスルガーノに戻って、父の美術コレクションの管理者、学芸員となった。1993年1月31日にマリアツェルにおいて、オーストリア元皇太子ヨットフォンハップスブルクの長男カールと結婚し、毎日何二女の三人の子女を設けた。 夫妻は2003年に円満な形で別居している。フランセスカは現代美術の収集家、講演者として活動し、2002年にはウィーンにティッセンボルネミッサ現代美術財団を設立し、同財団の理事長を務めている。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中には、クロアチアの文化遺産や美術品の保護活動を行い、戦争中に損傷した教会堂や、 絵画の修復を熱心に支援した。2006年のテレビ映画、クローンプリンツルドルフスレッツテリーベに、ベルギー王妃、マリー・アンリエット役で出演している。夫との間に3人の子女がある。ありがとうございます。